はい、こんにちは、りょうです。今日の映画感想の前にですね、もう部屋の、片付けをしてるんですけれども、ね、なかなか、こう、捨てるものとかをね、こう捨ててたんですけれども、ね、いらないものを捨てて、ちょっとね、物は減ったんですけど、まだまだ、物が片付きません。なんかもうほとんどね、捨てるものもなくて、もう必要なものしか残ってないんでね、まあこれからどう整理していくかっていう、ところなんですけれども、何かね、いい方法があったら、コメント欄にお願いします。はい、そして、ね、本題。映画感想は、ブギーマンです。現代がザ・ブギーマン、ね。8月18日から上映されていて、まあ98分の、まあ、ホラー映画です。ね、監督がロブ・サベッチ、原作がね、もうスティーブン・キングですよ。で、キャストがソフィー・タッチャー、クリス・メッシーナ、まあ、など、他にいますけれども。まあ、大雑把なあらすじと言いますとですね。まあ、得体の知れない何かにね、襲われる家族を描いてるわけなんですけれども、母親のね、死から立ち直れずにいる、まあ、女子高校生、セイリー。まあ、それがね、ソフィー・サッチャーですよ。まあ、それの娘、あ、娘じゃないね、妹、サーヤね。まあ、ビビアン、ライラ・ブレアなんですけれども、ね、ソーヤがそれで家の中で、こう、怪しげなね、こう、やつ見つけたりね、こう、お父さんがね、こう、精神科医で、家にね、ちょっと、ある男がこう、訪れて、そっから、いろんなことが起こるという、ような映画なんですけれども、あんまりこう予告とかね、このあらすじを見ずにね、こう言ったらですね、こうブギーマンっていうんで、まあハロウィンのね、まあマイケルとか、まあジェイソンとか、ああいう人が蘇ったりして、こう襲ってくるのかなと思ったら、まあこれネタバレなんですけども。まあ怪物だったと。まあ別に、あ、そういうあれなんだという、まあ感じでした。まあでも、内容としてはですね、まあ王道の、ホラー映画だと思いました。まあでもいろんな、ホラー映画とかこう見ちゃっているので、ね、その多分驚かす要素とかはあるんですけれども、まあそのね、ドキドキ感はあんまり自分は、感じませんでした。まあそのね、家族のストーリーというのはまあいいとは思いますね。で、まあ映画館で見るとこう暗いところで見るんでね、そのまあ、暗いところにね、こう、現れるんで、そういう、そこら辺がね、こう、映画館ではマッチしていて、まあ、家で見るよりかは、まあ、映画館の方がいいのかなと思いました。でね、まあ、スティーブン・キング、原作なんでね、確かね、ダークタワーがこう、中心世界に多分なっている、だと思うんですけれども、自分の中では。だからこうダークタワーでこういろんなことが起こると、他のね、世界にもこう何かが生じるっていうね、イットとか、まあ、グリーンマイルとか、まあ、他のやつもね、起こるんですけども、まあ、この時にもね、ダークタワーではどんなことが起こってるのかなっていう、そこら辺がね、ちょっと気になりますね。まあ別にそんなところまで描かなくていいんですけども、ちょっとそういう想像力面白いなっていう、想像するとね。はい、ということでね、まあね、最後はね、こう、物理攻撃っていうね、まあ、やっぱり物理が一番強いっていう、面白かったですね。はい、ということで、本日の映画感想は、ブギーマンでした。また、次の動画でお会いしましょう。